俺もな、繋がっとうのとかも全くよく分かってなくて固まったんよ、今。あ、そうだったんですね。うん。ごめんなさい。停止とかになっちゃったかもしれない。全然です。せんよ。電波とかで。おいしそうやな。ごめんね、ちょっとみかんの。や、いつもみかん飲んで。やっとみかんのゆうすけさんと話せまやしった。と。うわ、ふう、久々やん。前さ、はい。家の近所で久々会った時ぐらい。バッタリーの時ですか？それともご飯行った時ですか？どっ順ち番も。で言うとさ、ばったり会った後が最後。ばったそりのが後ほワンチら、ャン最後。かもそのしれないです。二人でさ、はい。プロ行ってね。ご飯行ったはやん。い。懐かしあれが最後？どっちが最後っけ？い。いや、またすぐ行きたいですね、一緒行に。こうよ。あなたもうさ、鬼忙しいやん。なんか、うん。そうですね、寝て、働いて、寝て、働どういや、てを繰り返してだます。ろう。マジで、体壊さんようにせんと。もう、フーの SNS 見よったらもう、もう、なんか、めちゃくちゃライブしまくっとうやん。ゆうすけさんの、ゆうすけさんの話とか名前を聞くたびにいつも元気もらってます。俺もフーのめちゃめちゃ活躍っぷりの、あと、このワトウィンの最初結成したぐらいにさ、代官山ループでみんなライブ見に来てくれたよ。あん時からのスピードって半端ないやん、マジで。すごいよね。いや、全然す。いや、すごいよ、もう。そしてフーのファンからしたら、フーがこんな急に、浮いたみかんと喋りようっていう、だいぶやばいコラボ、インスタライブしてさ、本 当に。そうだ、紹介をちゃんとしないと。ウィンディーのですね。皆さん、僕がね、それこそ、ボトイン結成してからも、ライブ見に行ったし、もう本当に SNS はずっとこうやって繋がってて、もうお兄さん的存在なんですけれども、それこそ、僕の昔の時代の時に、一緒にライブをしたり、やっイベてンたトにね、呼んでもらったりっソロのライブのていう、時みかんのお兄さんです。ね。みかんのお兄さんはダメなの。みかんのお兄さんの時点でも情報正しく伝わらなきゃ、みかんのお兄さんです。スキップザチップスのはい。ユースケさんです。イエスケでございます。そう、フローバックさんと対バンされていたあ、そうはよず。ね。なんか、あフと、ローバックとも、うん。レイジと、そうなんですよ。ラジオもね。フローバックさんと、あと、オーバートーンさんだったり。そうよね。おぼとんともこの間ね。はい。そうよね。めちゃくちゃ話をさせてもらってます。いや、嬉しいわ。俺、だから、フーが、コラボしようみたいになった時、完全に俺も、フーのいつもの天然ぶちかまして、ミスっとるんやろうなと思ってさ。ょっと、フー、年内会おうよ。てか、ライブ見に行きたいわ。21日、21。21、行きますよ。東京。東京。マジっすか。行くよ。俺は行くっつったら行くよ。ウィンディーの皆さん、21日ですよね。ウェンディの皆さん、21日で会ってま合っす。てますか。ちょっと、ゆうすけ先輩に、正しい、間違ってない情報を一緒にどうか。皆さんフォローありがとうございます。ありがありがとうとございます。ちょっと、すみません、こんなもう、今全国的にね、全国的に知られてないユニット、スキップザチップスで2人組でやっておりまして、ユースケさん。STC です。ああ、ライブ行き合ってます。たいな。いや、来てほしい、フー、マジで、本当に。うんたいよ。本当に。ゼップダイバーシティはすっごいね。しかも、武道館決まってなかったっけ？まあ、はい。なんやねん、その。先ですね。実感してないです、まだ。ちょっ年のと。ね。はいい。や、すごいよ。頑張ります。頑張り次第ですね、本当に日々の。いや、もう本当、俺は今もう、本当、みかんやけん手がないけど。みかん。うん。
ゆうすけさん、21日で会ってるみたいでした。そうよね、うん。そんな話はね、うん。さっきし終えたところやったんやけど、そうよね、21日で会ってるってことね。はい。ありがとうございます。ゆうすけさん来てください。行かせてもらいます。2月8日が武道館ですよということで、みんな武道館も行くよっつって、もうすごいって、ちょっと。僕のね、ファンの方がね、STC のライブに行った時とかにですね、結構報告してくれるんですよ。いやー、優しいね。だよって。ありがとうございます。俺が行けてないのに、ね。言ってるんですか。いやでもね、本当皆さんあれですよ、ふうはこんな多忙で忙しい中でも、もう本当もう小さいキャパでしっぽりとした自分のこう誕生日イベントみたいなものを自分がやるってなった時に、ふうがちゃんと俺にしかもサプライズ気味でそれに行こうと。なんか予約チケット予約してくれてて、で最初俺誰かがマジでふざけてフーの名前使っとるんやのに、よく俺とフーが仲いいの知っとったなと思っとったんやけど、ガチでフーだったっていうことで。もう行きたかったー。なら泣いてたよ、俺。フー。なら泣いてたよ。もう、わがままの子供です。ちょっとフーまた、ちょっと年内さ、はい、フーのライブはもう絶対見に行くけん。で、21絶対行くって言うと、はい、あと温泉行こう。また行きましょう、うん、行きましょう、ちょっと行きましょう。え、まだあれ住んでるとこ変わってない？それで言うと、うん、そうです、変わってないです。それで言うとね、はい、例のね、例の OK、 例です。 OK です。 OK、はい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 。へえ、そっか。ふうくん、こういう関係広いなって。まあそうだね。ふうはやっぱもう広いですよ。みかんから、芸能人から。全然です。相変わらずイケメンやな。全然です。ね、メイク。プロのメイクさんにメイクしてもらってただけです。いや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 、あなた今メイクしてない。ノーメイクでしょ。今、メイクしてます。今メイクしとうと？今マジ、魔法にかかってます、今。今魔法にかかっとうと？はい。魔法ザフー。俺と一緒やん。の、どのタイミングで、どのタイミングで固まってんの？そうか。え、今メイクしとる状態と、まだ。今メイクしてる状態。あ、じゃあ仕事終わって、さっきちょっと帰ってきて、みたいな感じだよ、多分。そうなんです。うわ、もうそんな中、絶対飛び込んじゃいけねえインスタライブに飛び込んできたね、ふう。絶対に飛び込むって決めてた。飛び込むって決めてた、今日こそは。今、真逆にいるんですよ、実は。真逆に？福岡の真逆にいるんです。福岡の真逆にいる？え、ちょっと待って。ここに、この。うん。え、北海道？北海道なるでございます。今、北海道におるったい。そったい、そったい。え、じゃあ今、ホテル。Yes, we can. Oh, yes, we can. ホテルで何ができる？俺らは何ができる？インスタライブ。インスタライブ。嬉しいね。ふうに特別じゃあ、ちょっとこの、あんまり人には見せないところ見せるね。はい、ええー、内緒よ、内緒よ。俺とふうの秘密ね。貴重だ。よく見れた。ちゃんと、もう一回もよく見れた。お願いします。もう一回、もう一回。おお、ありがとうございます。これ見て元気出して。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ちょっとハートになってる。は、そうそうそう、ハートにしてるんよ。うん。もうマジックですね。うん、すごい、粋だ。そうそう、粋やろ。ちょっとこう、ニット帽かぶっとみたいになるけどね、こうすると。このちょっとボンの、そう、あるやつ。上のな。そう、ヘッドの部分ね。これ、せっかく、フーがコラボしてくれたのに、フーが下になってごめんな。
コメントが顔にかかっちゃって、あの、うん、なんか鏡餅みたいな感じでそうね、今ほぼそう、でもこういう状態よね。ぜひとも、うん、デコポンスタイル、デコポン、確かにデコポン、デコポン、あ、これみかんっていうよりはデコポンなんかね。そうか、だってせっかくフーがコラボしてくれたのに、ちょいちょいコメントで素顔が分かんないっつ、まあ、素顔はおいおいでいいんじゃないですか。素顔はおい、素顔はね、泳いで泳いで、いやいや、そっか、もう安瀬さんにはめっちゃお世話になってましてですね、いや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 、この前も、うん、あの福岡に行った時に、うん、ゆうすけさんのことを思い出して、お、とりあえずカマチョ DM をするっていう、カマチョ DM してくれてさ、で俺嬉しくてさ、フーからうわ久々フーと連絡取れると思って、あのアンサー返したらもうそこで止まったけどね、やっぱね、それでもやっぱ憎めんのよね、やっぱもうだってフーのさ、やっぱ人柄ってさ、それで DM 既読ついて返事こんくても、うわフー既読するやって並んで、あ、多分普通に、あ、返さなきゃってしてる時に何かあってやってんな、フーやってんなって思うけんさ、マジでそれがいいよね、フーを救われてます、救われてます、本当に、いや、ちょっと会いたいね。あ、素顔はスキップザチップスの SNS を、あ、ぜひ相方フミヤと、あのフミヤもね、フーと年齢近いっていうので、フミヤくん、ね、くんはフミヤくんお兄ちゃんね、前は、まあ、今もですけど、うんうん、調子乗ってたんで、フミヤくんのことを、うんうん、同い年くらいに思ってたんですけど、いやでもなんか俺からしたらなんか近い感じやけど、え、ふう今何歳になったと、今25です、25、まだ25、ラミヤくんのお兄ちゃんだなって、可能性しかないやん、ふみやマジで25、ふみやくんはもう若いっすよね、ふみやはてか、そうか、フミヤって2個ぐらいしか変わらんたいね。今、皆さん話してるフミヤはですね、僕の相方です。はい、相方のフミヤと言いまして、自分が福岡生まれで、フミヤが熊本生まれというの、九州出身ユニットでございます。九州。そうです、そうです。だけん、意外とさ、なんか、フーをソロの時から応援してくれてる方たちはさ、俺とフーが、めちゃめちゃ仲いいみたいなの知っとうけどさ、うんうん、そうですね、そう、今の人は全然、ね、ファンの方たちは多分、うん、いや、どこぞのみかんなのみたいなさ、ね、伝説のみかん、ね、伝説のみかん、これみかんでございます、見れてる皆さん貴重ですよ、貴重なみかんを今貴重なことができています、いやもうこのもう僕は個人でもうたまにしっぽりあのインスタライブをみかんでやってるってだけなのでね、そう、もう貴重ですよ、歌を歌うユニットでございます、はい、民謡の四つ打ちでございます、つつつつつ、はいはい民謡の四つ打ち ようやく突っ込んでくれたね、ふう、民謡の四つ打ち民謡の、このね、この掛け合いもですよ。この、あの、クソマイペースの高橋じゃなく、ふみやくん、ふみや、ふみやって名前嫌いなふみや呼ぶやろ。ふみやくん。がね、実際に MC 中に突っ込むんですけど、うん、いやその掛け合いのユーモアさって言ったら、もう、本当に贅沢。の極みです、超面白いです、そんなに言ってくんの風ぐらいよ、本当に、うん、めちゃくちゃ面白いです、そんなに言ってくれるもっと見たい、本当に、え、風、ちなみにさ、11月30日ってさ、うんうん、1130、1130なんか入ったよね、
ちょっとスケ確認したいです。うん。スケ確認して、ほんと。はい。もし、1130。1130、もしもし、もし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 。もし。もしもし。1130。本当に。もし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 。刻みました。もし、ふ、来れたら。お、刻んだね。いいね、このちょっとしたら消えそうなぐらいの薄さがいいね、またね。刻みました。刻んだね、11.30。嬉しいね、ちょっと、これ。本当に、あとでちょっと携帯に。1131。1131じゃないね。11月は確かね。あ、11月って31日まであったか。はい。例えば31までやもんね。レイコさんが、レイコ0724さんという方が、31日ですって。うん、なるほど、なるほど。レイコさんはなぜ31日って伝えたんやのね。30日です。レイコさん30日でしたよ。うん、レイコさん大丈夫。安心してください。完璧な人はこの世に一人もございませんから。レイコさんご安心ください。うるう年。30でございます。うるう年。え、何それ？また、うん。あ、ギク、グギクググググググ。また、確認し、うん、次第。連絡を。ほんと、LINE して。させてください。うん、うん、うん。あ、30までだよって。ちょっと待って待って。ふう、11月って30までってよ。え？あ、そもそも。そもそも。11月そもそも。うん、それは2月だ、うるう年、つって。いいね、ちょっと面白い。ふう、愛されてるね、ほんと。なんかもうすごい感じるよ、それ。みかんさんのおかげです。いや、どこがやねん、どこがやねん。みかんさん、初見だけどめちゃくちゃ面白くて好き。ありがとうございます。もう、よしよしよし。そうなんですよね。そうもうですよ。今後はもうあの高橋風を、通して全国にこうみかんを知ってもらおうという、あの、はい、魂胆で、はいはい、今日からやっていこうと思っておりますので、皆様このみかんを全国に届けます。全国に届け、絶対そのうち事務所からね、風なんであのみかんの人とよくインスタコラボやってんのって言われるよ、絶対。あの、怪しまれるねん。いいじゃないですか、こんなにね。楽しいでしょ、ほら、笑顔を届けてて。そんなにみんな笑顔になって、うん、いや、ちょっとこっちです、笑顔が何よりです。いや、嬉しいよ。なんか風を通してこのみかんの状態で知ってもらえるっていうのは嬉しいですよ。でね、お名前も知っていただいてたんでね、はい、曲も聴いてますってね。ゆうすけと申します。はい、ぜひスキップザチップス、はい、はい、今そうしておりますユニット目でございます、皆様。え、そのエフェクト僕も欲しいです。このエフェクトね。じゃさ、今度さ、ふ、このエフェクト同士でやろう。はい、そうですね。いいですか。多分ね、ふ、解放されると思うよ。あなたやっぱさ、根が真面目やけんさ。はい。根が真面目やけん、やっぱこう、ちょっとさ、なんか、いろいろさ、人よりもやっぱアンテナの数も多いけんさ、うん、キャッチしすぎると思うけど、このみかんやったら不思議とね、こう無敵モードになるけん。はい。遊び心ですね。遊び心ですよ。俺が風の遊び心を引っ張り出し上げますよ。え、マジでエフェクトを教えてくださいますか？うん。エフェクトこの後すぐ DM で送る。マジ？うん。多分似合うと思うよ。いや、風は。うん。似合うと思うよ。本当に。よっしゃよっしゃ、かわいいなぁ、ふう。本当に。いや、嬉しいわ、マジで。え、もう明日は戻りと？そうですね。予定で。はい。うんうん、ちょっと遊ぶかもしれないです。お、僕からちょっとメンバーと決めます。いい、ね、そっか。めちゃくちゃ寒いよ。あ、今、ややあったかいです。え、12度ありました。え？北海道？はい。あ、そった。まだ雪は降ってないか。来
再来週が、うん、が、うん、ラジオです。めっちゃ冷え込んで雪が降り始めます。なるほどね。なんか初雪が北海道で見れたのもなんか良かったけどね。じゃあギリギリセーフやったんや。雪も。うんうん。なるほどね。そうですか。ゆずきさん、あんま昼いる期間よってなんか、コメントで。すいません、すいません。はい。気をつけます。雪は降ってないよって。すいません。うん。シューディスケ、シューディスケ。じゃあちょっと、ふう、マジで、お邪魔しますわ、まあ。ご招待いたします。来ます。行かせてもらいます。いや、嬉しいな。それで。だってもう、ほんと結構空いてるもんね。だいぶ期間が空きましたね。そうよね。本当に。ワトウィンって今結成してて何年け？ 4年経ちました。4年経ったか。なんか俺、もうちょっと短いイメージだった。以外、コロナとかもあったと思う。リネながら、そう。いや、すごいな。ワトウィンのライブ見たのは、俺だって、あれやったもん。どっかの、マットキットとかさ、なんかで一緒にやった時やった気がする。うん、あれ何やった？会えなかったけど、その日、うん、めっちゃ覚えてた。見に行ったんや。そう。はい。豊洲。豊洲だ。ピッとやったんです。はい。うんうん。うんうんうん。そうそうそう。なんか青い一緒やった気がするな。そうだ。そうだ、そうだ。ちょっと、そっからやけんね。もう、半端ないレベルの上がりっぷりなんやと思うけん、ちょっと、ね。期待してってください。いや、まあ、ですよね。笑顔にします。いや、もう、刺激を与えます。もう刺激はもう常にもらってるよ、ふ。マジで。みかんの、皮全部剥けるかもしれない。剥くな。うん。うわ。しかも、俺今自分がみかんってことを忘れて全くフーと同じ動きをこう、指でカメラに向けたけど、すまん、手がなかった。で、みかんの、うん、白いところを僕が取って食べますね。うわ、みかんの実じゃなくてね、白いところなんや。白いところ、栄養一番あるんだよ、そこ。そこが一番栄養あると？そうですよ。なんでそんな情報知っとうと？大事ですって、フルーツは。大事ですって、フルーツは。フルーツは、そう、皮のこの、本当だったら皮ごと食べてもいいくらいなんです。味が良ければ。やっぱ味が良くないからって言って、身と皮のこの、ここが一番栄養がある。うわ、そこが一番栄養あるって。俺それ知らんかったわ。じゃあ、だいたいそういう、他の果物とかも相当かいな。そうです。キウイとかも、僕は、最初、すくって食べたら、うんうん、結構まあ、お母さんに怒られるくらいのレベルで、うん、皮をこうやってスプーンでこう削って、食べます。そう、昔からそうやったった。そうです。それが一番、美味しいです。いや、いい。やっぱちょっとやっぱ、いっちゃってるよね、風のそういう感じがね。ぜひ皆さんも食べてみてくださいね。食べてみてください。白い部分。白い部分でございますよ、皆様。一番好きな果物、なんと風。最近は、うん、柿ね。柿ね。柿うまいよな。秋のフルーツいいですね。そうね、もう全くもって今年秋感じれんかったけどな、全然。秋のフルーツ、うん、柿は、そうね。でも今年確かに食べてねえかも、柿。昨日コンビニで買って食べました。コンビニなんやね。コンビニに柿売っとった。はい、ローソンに。北海道のローソンやけん柿売っとったじゃないと。え？じゃあ、え？いや、東京には売ってない。
え、売ってないんじゃないかな。その説ちょっとある可能性が。その説ちょっとあると思うよ、マジで、うん、その説あると思うよ。牡蠣ね。ゆうすけさん一番好きなのは？俺はね、梨？梨はうまいっす。梨は美味しいよね。あれ全然栄養ないらしいよ。そうなんですか。だってすごい安い分の勢いさ、梨ってさ。水ですね。ほぼ水が固形になっとうみたいなもんところあるけんさ。うわ、そうなんですね。あんな美味しいのに。でも、本当に美味しい。美味しいよね。今、すごいコメントのツッコミ今見えたんやけど、いや、そこみかんだろって。みかんじゃないの。みかんちゃうんか、あいつ。すごい、ね。すごい、すごい。みかんと思ったでしょ、みんな。まあ、そこがやっぱもう普通なんですよね、やっぱね、皆様さん。ほんと。みかんって言うべきでした。すいません。そうずっこみ。そうずっこみ、ほんと、ほんとよ、もうそんな。みんなして、ほんと。ちょっと。梨食べましょう、一緒に。梨食べようよ。そして、できます。持ってきてな、梨。で、俺はその時、柿用意しとくわ。どう？なんかいいの持ち合いましょう。いいの持ち合おうね。柿と梨で。八百屋の、コンビニじゃなくて八百屋の。そうね。そこはやっぱり、八百屋やりたいよね。取り寄せるか八百屋やりたいよね、やっぱ。八百屋やり。八百屋やりしようよ、八百屋やり。八百屋やりの会。八百屋やりの会しようよ。八百屋やりの会を、ちょっと楽しみに。うん。また、明日から朝を迎えていきたいなと。明日からね。明日起きて夜やったら大ごとやけん、朝から迎えようよね、明日はね。明日はちょっとこのエフェクトも送っとくけんね。30日早急に。何ちょっと、30早急にちょっと、うん、お願いします。ちょっと来て、本当にマジで、11月30もし来れたらご招待しますので、ちょっと遊び来てちょうだい。 I love you。Me too. Me too. あ、ま、そう、俺手がなかったやった。ほんとに。俺やりよんよ。さっきからハートのやつもフーと真似してさ、真似してあれしようんやけど、うん、手がないんよ、みかんはね。ほんとに。はい、あ。ちょっと、ね。あ、そう、ギャップですからね。こう、みかんと、ゆうすけさんのギャップがあるんで。ギャップがね。確かにこれ、みかんでいい印象は仮に与えとったとしたらやっぱね、怖いよね。みかんの方が良かったって言われるのがやっぱ怯えるよね、やっぱみかん。僕も久しぶりに、うん、ゆうすけさんとこうやってお話し、うん、で、うん、そうですね、なんか、ちょっとみかんに思えてきました、だんだん。みかんに思えてきたのは別に おかしくはないよ。なぜならみかんと喋ってるから、そうおかしくはないけど、そうよね。俺もインスタライブほんとみかんでしか今やってないけんね。本当に、あ、11月30はどこで何ですか。あ、そうだね、ずっと11月30、11月30って風と話を聞いて、あの、はい。はい。はい。私事の、はい、ワンマンライブをね、はい、はい。やらせてもらいますということで、11月30日に下北沢のシャングリラというところなので、そうです。ぜひとも。ぜひとも詳細を皆さん調べてください。ぜひともフートのここでコラボインスタライブ、すいません、あの宣伝までさせていただいて、すいません、僕もじゃあ宣伝します。おして、してふして、してください。それは11月21日おつにレッツゲットオンザビートツアー、うん、ZEP 東京。東京ダイバーシティじゃなくて、ダイバーシティ東京。んダイバーシティ2つあるのか。ダイバーシティ、ダイバーシティやったと思うよ。お待ちしております。イエス。そして11月だったのね。12月と思ってた。11月ね。
11月にね。あれ、11月21ってな。行くよ。誘惑します。誘惑するので、いざなわれてください、ぜひ。ゼップ東京はなくなったよって皆様、もうね、フーのことをもうよく知ってくれてると思います。僕なんかよりもよく知ってくれてると思うんですけど、通常運転でございますね。いつも通り、いつも通り通常運転です。皆様にとっての通常じゃないところが、高橋フーは通常でございますので、はい、はい、一切悪気はございません。そのタイミングでフーは歯を磨きますね。これ歯を磨いてるようで心も磨いておりますから、彼はね、そういう男でございます。皆様ぜひとも休憩一票どころか5票8票ね、ぶち込んでいただけたらなと。私はみかんでいけませんね。私はみかんでいけてたらもうおかしい状況でございますから。想像しちゃったじゃないですか。何がどれ、21日になって、うん、リハ終えました、ウェイ盛り上ってるかーいって言ってこう多分見つけるんですかね、うん、こう多分、うん、どっかの大変でそういう曲とかね、ちょっとね、ステップクラスになるとリアビデオな、あ、見つけたんですけど、見つけたんですけど、みかん来てくれたはいいけど、みかん、みかん本当にみかんだった。本当にみかんでね、行きたいね。どうせならどうせならみかんで行きたいね。いや、どのタイミングで歯磨き止めてんの？ああ、ああっつってもう、おろすぎるな、ふう。いや、嬉しいね、ちょっと。いや、でもなんかもう、さらになんか大人っぽくなったね。ゆうすけさんはみかんになりましたね。俺はもう、今から年齢を重ねるにつれて子供に戻ろうと思ったわけ。習います。みんな習ってくれ、ぜひとも。いや、なんかさ、子供の頃の方がさ、まあ、フーは素直やけん、元からいいんやけど、なんかさ、子供の頃の方がさ、いろいろ考えんでさ、なんか、うん、なんか、決断できたりさ、行動できたりするやん、うん、ってことは、そう、童心というか、そうそう、ってことは、子供に戻っていった方が、うん、豊かになるんじゃないかなと思って、その遊び心、あ、まだダメだ、僕は遊び心という答えしかまだ自分の中にないです。飲んでいいよ、遊び心。風のその遊び心をいろんな角度で出したらいいじゃない。いいんですよ、もう歯磨き続けてください。いやー、面白いな。そうよね、みんな同じこと思っとうと思っちゃうね。風が歯をこう磨いてこう冷静に喋れてるのに、その歯磨いたやつどうすんの、飲み込まないでよってみんな思ってますから。本当に。ふう、今度さ、俺が愛用してる歯磨き粉あげるわ。本当ですか？うん。シャボン玉石鹸の。嬉しいです。そう。いいんよ。なんかさ、やっぱ歯磨き粉もさ、ちゃんと、あの無添加のやつがいいけどさ。ゆうすけさん、僕のメンバーにも会ってほしい。いや、もうぜひ。みんな一回俺全員会っとうもんね、一番最初に。てか、りょうが FTC の曲めっちゃ聴いてます。嬉しい。そう。もう。好きって、うわ、いいわ、あったかいってずっと言ってます。いや、嬉しいな。ちょっとりょうくんによろしくお伝えください。はい。なんかみんながさ、ワトイン、みんなが終わった後楽屋に来てくれてさ、うん、なんかめちゃめちゃみんなが笑っとったのはめっちゃ印象的だった。ゆうすけさん、そうそう、フーももうデコで喋り出したね。ん？デコで、デコポンに対してデコってことね、フー。さすが。成長したな。デコブラシ。デコブラシ出た。必殺デコブラシ。
真夜中12時半を超えたら高橋がたまにやってしまう。そう、これがデコブラシ。必殺。必殺。真夜中のデコブラシ。デコブラシ出ました。デコブラシ。これ見れた人たちはもうね、ほんと、すごいですよ。デコブラシ。やめなさい。肌荒れするから。あ、そうです。忘れてました。よっしゃ、決まった。いや、ぶちかましたね。ゆうすけさん、乾杯。乾杯。あ、また俺、ごめん、出なかった。乾杯。乾杯。あ、おいしい。札幌の水、おいしい。なんか北海道の水、おいしそうじゃない？透き通ってます。うわ、うん、大自然の水って感じ。え、ふうはさ、その札幌を初めて行ったと？え、4回目です。おお、あ、結構でも、うんうん、こうやってその、なんだろう、昔ご飯とか行けてなくて、うんうん、なんかそれこそさっきとかもスタッフさんに連れてっていただいて、うん、味噌ラーメンを食べたんですね。そう、有名なもんね、北海道は。美味しかったね。よかった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 よ。え、今、水道水飲みようと？そうですね。あ、飲めるったよね、そこは。そこのホテルは。はい、いいね。水は1日、本当は4リットル飲めた方がいいみたいよ。あ、結構、うん、すいません、自由で。いや、いいのよ、自由でいいのよ。俺なんかに何一つ気使う必要ないのよ、ほんとに。そんなことはないです。いや、ほんとよ。もう、大丈夫、身内やから。いや、じゃあもう、あとはあれですか、風呂入って寝るだけですか、風呂。はい。ゆうすけさんは、こっからですね。俺はもう、こっからやね。です。俺はもう、こっから、公文式の宿題をやって、で、その後まだ日本地理がまだ入ってないけ、日本地理の勉強して、うん。で、ちょっとテトリスして寝るかな。いや、すごいです。で、明日、一限から、数学の授業ですよ、ね、きっと。明日一限から。はぁ、すごい。やるよ、やっぱ。これを、その、なんていうんですか、フットワークの軽さというか。うん、うん。ノリの軽さというかね、頭の軽さというか。軽さ。なんかちょっとバカっぽいじゃないですか、頭の軽さ。いやいや、もうずっと話してる内容がもう、すでにバカっぽいですから。ノリの良さというか、うん、フットワークの軽さというか、うん、その、うん、でできるのがすごいなって、ね、嬉しい。風に褒められたら嬉しい。本当に、本当に世界のみかんになる日ももうすぐ。いや、もうすぐですよ。このみかん配信を広めていこうと思った時にやっぱで、いつかはこのコラボ配信って4つの画面でできるもんね。できます。うん、じゃあこの記念すべきみかんの会の仲間をのナンバーワンを高橋風にじゃあ与えていいかな。ください。 For you。 キャッチしたふう、ちょっと、ほんとエフェクト送っとくけん。うわ、生きがいができた。生きがいがね、生きがいしかないだろ。ほんと。生きがいができた。でも最近足らないなって思ってたんですよ、ビタミンが。うわ、もう、そう、言って。言ってよ、ふう。ちょっと。僕が間違ってました。ほんと、寂しいな。寂しかったよ、ずっと俺は、ふう。ほんと。
に。本当に。でもね、本当 SNS でめちゃくちゃパワーもらっとうけん。僕もです。ありますよ。僕もらってます。本当に。本当に。嬉しいですよ、俺は。こんなわけわかんないね。オレンジとコラボしていただいて。ありがとうございます。本当に。僕も、ゆうすけさんの SNS を見て、